ココラコライフリバイバル。なんか鼻が伸びてきたな。悪くなってきたな。夜寝る前に明かりはつけっぱなしにして餌を大量に与えています。で、今朝一なんですけれども、朝一はまず最初に、なかなか食べないキャベツを細かく刻んだものをあげています。これはあの外の雑草とかでも OK です。朝のチェック、お尻に注意してください。たまに糞がお尻にこびりついていることがあります。そうすると糞ができずに死んじゃうので、ぬるま湯とかで優しく洗い落とす必要があります。今回は大丈夫でした。餌はね、餌は親と同じ食べ物として米ぬかを発酵させたものと大豆を粉にし砕いたもので大豆でしょ。カキ殻を焼いたものを、カキの貝殻か、ホタテの貝殻を焼いたものを粉にしています。うん、これちょっと目が細かすぎるかもしれないんだけど、まあ彼らがつまみ取れる小石ぐらいのサイズで、カルシウムとかミネラルの補給と、あと彼らの胃に入れる胃石を補給するために使ってますね。で、あとこの間もらった今日料理するキャベツの外側の葉っぱを細かく切ったものでしょ。大体もらい物、全部オール北海道の食材で作ることを目的としていて、しかもなるべくコストを抑えるという目的をしていて、はい、このコストただのビーフジャーキー、ビーフじゃない、ディアジャーキー。うん。ちょっとね、特別食でね、この下肉とか与えられるのはかなりアイスコイチャロ贅沢なんだけど、最初の1週間が非常に重要で、この最初の1週間のうちに、しっかり虫とかを本来は食べてタンパク質を補給して、丈夫な体を作るんですけれども、虫を1日1羽10匹与えるのは非常に大変なので、ちょっとミミズとか与えてるけど、ちょっとでかい。まだくちばしの力が弱いな。はい、こう安全な場所にいて自分で食べようとするから、食べるとこう競争が始まるんですよ。よし、まあいいや、こんな感じで。今こいつの羽を見ると、羽が少し生えかけた状態になっています、この雨を覆う部分が生えてきたり、この風切り羽の部分が生えてきたりすると体を覆うことができるんだね。それまではこの綿のような綿羽というものに包まれていて、綿羽は何だろうな、多分卵から生まれてくるときに包まれていた方が便利なものだから、この外の世界で生きていくためには多分便利じゃないんだろうね。だからこの羽を、大人に近い、これまだ何度か生え変わるんだけど、この大きくなるまでに、この最初の生えてくる羽を生やすことがこいつらの目的です。で、これのこの1週間ぐらいが勝負で、これで、寒さに負けたりとかしてこう弱ってしまうやつもいるので、その時までは最初の3日間は特に35度ぐらいの高い温度に設定をしてあげて、まあ、夜も母親が常にこう温めてる状態なんだけど、羽が生えかけてきたら徐々に外の世界に流していく感じかな。だから最初はまあこんな感じ。はい、頑張れ。だからとりあえず今はいっぱい食っていっぱい寝て、すごい勢いで腹を大きくする。何時間かおきに餌をもうたっぷりあげてというような感じで育てます。